フィットアットホームはお家で気軽にできる簡単フィットネスを紹介する番組です。美と健康の事業を展開するフェライズのインストラクター道江さんがナビゲートしてくれます。さあ皆さんも一緒に体を動かしていきましょう。皆さんこんにちは。株式会社フェライズインストラクターの道江です。今回は二の腕のこのタルタル部分を解消しながら肩こりも解消できてしまう簡単トレーニングを行っていきたいと思います。ではまず最初に力こぶの筋肉をほぐしていきたいと思います。まず右の手をだらーんと下に下ろして左側の手根部分を使ってここの力こぶの筋肉をほぐしていきます。だらーんと垂らして手根部分を使って横に動かしていきます。ではまずこれを10秒間行っていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10力こぶの筋肉をほぐしたら手を前にピンと伸ばして親指を内側に入れてグーにします。このまっすぐの状態からできるだけ外にねじってください。自分の中で精一杯外側にねじったらこのまま手を下ろして気をつけをします。この時にねこちら側の筋肉じゃなくてこちら側の筋肉に意識をしてください。ここの筋肉に意識をしたまま気をつけ目線は指先を見てください。指先を目線を向けたまま内側に手を入れて戻す入れて戻すをやっていきます。では10回いきます。1、2、3、しっかり手は横を後ろ側ね外側に向けたことを意識して8、9、10。では左側の手もやっていきたいと思います。力をだらーんと抜いた状態で下に垂らして右側の手根部分を使って力こぶほぐしていきます。さあではだらんと垂らした状態で力こぶ10秒間ほぐしていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。力こぶがほぐれたら前に手をピンと伸ばして親指を内側に入れてグーにします。まっすぐ伸ばしたところから外側にグッとねじってまた同じように気をつけをします。こちら側の筋肉に意識してくださいね。ちゃんと効いてますか？グッとねじって外側にグッとねじって気をつけをしたら目線はまた同じように指先を向いてではグッと外側にねじった状態から後ろに持ってっては戻す後ろに持ってっては戻す左側も10回やっていきます。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では最後に肩周りのストレッチもやっていきましょう。両手を肩の上に乗せてここから大きく肘を内側まっすぐ内側にまっすぐにを繰り返していきます。じゃあ10回いきますよ。1、2、3、4、5大きく動かして7、8、9、10。では軽くぐるっと回して反対回しも普段こちら側力こぶ側のね筋肉ばかり使ってなかなか
タルタルになりやすいこちら側の筋肉使わないことが多いと思います。この簡単トレーニング、テレビを見ながらでも隙間時間でもできるので、ぜひぜひ皆さんやって、こちら側タルタルにならないように筋肉つけていきましょう。ありがとうございました。インストラクターの道江さんが所属しているフェライズは、会社の健康は社員の健康をコンセプトに、社員の心と体の健康だけでなく、社内のコミュニケーションの場として福利厚生のレッスンを提供しています。レッスン内容はオーダーメイドで設計できます。お気軽にお問い合わせください。